どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、どうでもいいこと書いてるブログの走りです。はい、それでは本日もやっていきましょうということで、陰陽日記ということになります。はい、陰陽日記こちらになるわけなんですけど、藤原道綱の母ということになるわけですね。はい、藤原道綱の母誰やねん結局っていうね。はい、藤原道綱の母が書いたの日記ということなんですけど、陰陽日記というね、はい、延々とこう日々のことを淡々とこう書いているっていうね、すげえなって思うんですけどね。はい、なこと絶対できねえなと思ってね。一体何かお金儲かるのかっていうね。これ金儲からんやったら私も日記書こうかなと思いますけどね。はい。これ金儲からないにもかかわらず延々とこう日記を書くっていうね。それをまた振り返って読むってどういうことなのかなっていう気がするんですけどね。はい。まあ今だとね、こうブログ書いたりしたらね、まあありもしないこと、ないもないこと、ないことないことないこと適当に書いて、なんかわけのわからんこと書いて、なんかブログで金得るみたいなわけのわからんやつ要素ありますけど、まあ私も YouTube やって金もらってるのに人のこと言えないですけどね。まあそんなもんですよ。そんなもんなんですよ。で、くだらないことがくだらなく要するに流行るんですよ。ね、人の日記見て何がおもろいんかなとか思うんですけど、私ね。はい。ということなんですけど、この陰陽日記ですね。はい。この藤原道綱の母ですね。こう延々とこう、どうでもいいことをこう延々とね、母としてどうでもいいことを書いてね。はい。それをみんなで見て楽しむというね。まあ変態みたいなね。いうことになるわけですよ。よろしいでしょうか。はい。なんかね、歴史の先生とか、古典の先生からボロクソに言われそうな気がするんですけどね。本音やから。はい。しゃあないですね。ということで皆さんもね、ミクシーやフェイスブックやね、ツイッターでね、何を書いても構いませんが、それが1000年後や2000年後に、教科書として公開され続けるという恐怖心をきちんと持った方がいいと思いますね、私は。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。